こんにちは、中里春奈です。突撃 M リーグ2019は私が担当させていただきます。今回の紹介するチームはこちら。ユーネクストパイレーツの皆さんです。今回はおしパイでおなじみのユーネクストパイレーツの秘密基地にお邪魔しました。まずは、新加入の水原さん、はい、はい、新 M リーガー加入おめでとうございます。さあ、水原さん加入して、はい、もう数ヶ月経つんですけれども、チームの雰囲気いかがですか？そうですね、こう仲いいかなって思います。気使わなくていい気使わなくていいんですよ。いや、なんか結構パイレーツは基本的に試合がある日は毎回4人とも特に何か事情がある場合を除いて全員来るんですけど、だいたいなんか喋ったり笑ったり、おのおの一人で遊んだり一人で遊んでるんですか？なんかこう自由な感じで、すごいなんていうんですか、穏やかだなって思います、空気感。あ、確かに穏やかな感じはします、なんかそのこう緊張感がいい意味でない感じで、リラックスして控室ではいられます。褒め上手だね。最大いい意味です。いい意味で穏やかで、いい意味で静かそういい意味でリラックスできる。他の3人の選手は水原さんなんて呼ばれてるんですかね？まず石橋さん、なんて呼ばれてるんですか？おしパイでアッキーナって呼ぶってなったんですよ。はい、見ました見ました。もう水原さんっていうのはやめる感じになったんですね。それで僕がアッキーナってツイッターに書いたら、はい、嫁に何慣れ慣れしく呼んでんの。これ流せないじゃない流せないじゃない。こっちのチャンネルだったら大丈夫かな。そうなんです、アッキーナって呼ぼうってなったんですけど、はい、水原さん水原さんでだいたい呼ばれない。じゃあその約束どうなったんですか？ゴさんは時々呼んでるから、ゴさん私のことなんて言ってますか？書いてるくらい。書いてる。呼んではいない。ハットに合うじゃあツイッターではその約束は守ってるってことなんですね。表向きでビジネスアッキーナだ。ビジネスアッキーナ。ってことはもう結局水原さんって呼んでるって感じ。なんかそんなイメージがあります。確かに既婚者ですもんね、お二方、石橋さんと。あ、そうですね。そうですよね。なんか関係あるんですか？いやいや、なんかお嫁さんがいらっしゃるとやっぱりこう、ちょっと可愛い呼び方、詰めづらいですよね。距離感的なものは新婚さんですもんね。でも、郷さんなんかは呼んでも別に支障はなさそうな感じがしますけど。じゃあ今日からアッキーナで前から決まってます。みんな今日からみんなで、ね、今日から、今日からアッキーナで、はい、私もアッキーナって呼んでもいいですか？嬉しい。ありがとうございます。じゃあ今日から私もアッキーナと呼ばせていただきます。あとはこう加入して、チームの中で雰囲気が変わったりとかってしたんですか？それは多分私は…そうですよね。あ、じゃあまずこう推しパイ見られてるルリルリ聞いてみようかな。いや、なんか明らかに雰囲気が明るくなったんです。本当ですか？なんかもうまさに花がパッて咲いたような感じで、こう男性陣もおのずと笑顔が増えたんじゃないかなって勝手に思ってます。口角上がってきました。うん、なんか去年とかはなんかちょっとまあ暗いじゃないですか。暗かったですか？すごい暗かったのが、水原さんがこう来てニコってするだけで、なんか場が華やいで、もうチームにとってはすごいプラスになってるんだなって思いました。嬉しい。そうですね、もちろん。そうです。控え室が静かだって水原さん言ってたけど、去年はもっとおのおの喋らないんですか？こうなんか中で雑談みたいなのは。あ、じゃあ3人の時はあんまりないことはないけど、ないことはなかったけど、去年よりだいぶ増えたな。やっぱね、麻雀以外の話はちょっと増えたかな。あ、え、じゃあ何の話するんですか、麻雀以外だと。日常の話、日常、家庭の話。水原さんとかお子さん可愛いみたいな話とかしてくれるのがなんかすごいホワッとしますね。それはじゃあもう石橋さんとこう見せ合ったりするんじゃないですか？あんまり見せ合ったことありました。子供の話もする
あ、まあ確かにね。何の話してるかってよく思い出せない。まあまあでも結局ビジネスですよ。ビジネス。いやでもなんか結構なんか私が入る前に思ってたよりかはなんか仲良くやれてるかなって自分では思ってるんですけど。思ってたよりは。思ってる人間味がない皆さんの。いやなんか私もあんまりこう人見知りな方なので。こ うまく入っていけるかなっていうちょっと不安もあったんですけど、でもなんか全然こう自分としては自然体で入れてるなって思います。100点までででもこう今話されてる感じでもアッキーナを主として会話が進んでるなっていうのを感じました。あのカメラが回るともっと喋んなくなる。さっきまでカメラ回ってないと結構いろんな雑談されてたのに、うん、カメラ回った瞬間にすごく静かになる。そうなんですよ。なんかかしこまりお三方なんですよね。カメラ嫌いですかね、はい、嫌いなんですか。初めて聞いた。カメラの前ね、本当喋れないしね、うん、何言ってるか分かんないね。で勝利者インタビューとかあるじゃないですか、うん、苦手ですか。めっちゃ苦手だね。林さん結構なんか面白いこと言うのうまいですよ ね、その勝利者インタビューとかで。いやー見ててつまんねえなと思いながら理解してるけどね、うん、結構裏だとなんか、うん、M リーガーのモノマネとかやってくれるんですか。えっ、いやそんなことやったことない。見たい。後でこっそり見せてもらおうかな。お芝居でねやってるからね。はい、はい、お芝居で M リーガーのモノマネ、うん、はい、見れると思います。さあ2019の戦いぶりについて皆さんにお伺いしたいんですけど、まずは何と言っても水原さん、はいね、はい、はい、もう最初トップトップってきて、はい、もうなんかチームの雰囲気がぐんと上がったんじゃなかったかなと思うんですけど。そうですね、あの成績としては、11の後に4433って言ってであのその後またその後また1かな13かとかで、まあ、今プラスちょっとぐらいなのでそんなにこう活躍してると言えるようなポイント状況ではないんですけど、ただやっぱりその最初のトップトップの印象で結構あの勝ってるイメージみたいなのを持ってくださってる方々もいるので、あの最初に勝ててよかったなって思ってます。いやもうだって最初、ね、デビュー戦からこう安定した精神面でトップ取ってましたから、やっぱ精神面強いんじゃないかなって思うんですけど、うん、どうですかね。でも打ってる時はあの集中して打ててるかなって思うんですけど、なんか終わった後やっぱりこう疲労感だったり、うん、あのやっぱ普通の対局とは違うので、やっぱりその分なんていうんですか、こう緊張はしてるんだろうなって思います。あ、じゃあ自身であんまり緊張してるっていう感じではないんですね、うん、そうですね、打ってる時にうわ緊張するって思わないんですけど、後から思い返すとあの対局中の精神状態としてはやっぱり緊張してるんだなっていうのをすごい思います。船長から見てどうでした、初戦こうトップ取って。いや初戦と連勝良かったですね。連勝でしたもんね、うん、と連勝でちゃんと戦えるんだよっていうのも本人も周りも分かってくれたと思うんでね、うん、自分の中でやっぱりこう勝てるあの勝った経験っていうのを持った状態でスタートできたのはやっぱり良かったかなって思います、うん、変に萎縮したりすることなくその後戦えていけたので良かったなって思います。なんか大きくうなずいてる人がいますけど、戦えるわ連勝いいよね、うんうんって人がいますけど、戦えてない萎縮してる人がここに一人いるってどうされてるんですか。そうですね、悪いイメージがね最初から4戦続いちゃうとね、うん、まあちょっと僕の話は置いといて順番にね、はい、じゃあ、次石橋さん、はい、はい、最近こうちょっと調子が上がってきてるように見受けられるんですけど、去年と何か変えた部分とかあるんですか。そうですね、もうちょっと積極的にトップを狙おうかなと今年は思ってるんですけど、多分内容的にはそこまで変わってない。内容は別に変えてない、うん、なんか自分でこう変えてみたとことかは特にないってこと。気持ちだけ、うん、気持ちだけかな。でもなんといってもあの最小トップを塗り替えたっていうのがありましたよね。展開がすごい良くて、うん、曲の終わり方というか、ね、教託がたくさん溜まってるところで早い手が入ったりとか、でその後も、まあ、園田さんは一発で積もったけど裏のなかったとか、うん、ね、いい展開のままオーラスに来たんで、うんうん、あの点数状況なんですよね。最小記録塗り替えられちゃいましたね。塗り替えられました。負けましたわ。さあ朝倉さん、はい、最近こう成績そちらは聞かないことにします。
奥様とはどんな会話をして出られてるんでしょうか。試合の日とか、ね、あ、そちらもダメでございますか。頑張ってね、頑張ってねって言われて、まあ、やっぱり負けて僕が帰ってきて落ち込んでるのはなんかそのすごい悲しいらしいんで。あ、悲しいんですね、うん、いいじゃないですか、一緒に悲しんでいただける人がそばにいるなんてあれ気持ち入ってますあれなんか、ね、なんか必要以上に向こうも悲しませちゃうのもなんかねあれなんで、はい、まあ、負けないのが一番いいんですけども、はい、戦えてないですね。じゃあ別にでも頑張ってって言って明るく送り出してはいただいてるってことですね。そうですね、はい、うんうん、僕も出るときは必死で頑張って明るく出てる必死で明るくしてるの試合打つ前まではね必死で明るいふりをしてるんですけど、はい、帰るときは、4のときはどんな顔して帰るんですか。あー、寝顔。あ、じゃあ3のときダメか。じゃあ2のとき、まだないんで2は取っておきましょう、その時のために。あ、朝倉さん、あの2でも落ち込んで帰っちゃうことあるんで。そうなんですか。内容次第ですね。あ、内容、じゃあ別に4でもいい顔で帰れる時はあるんですか。4はでもさすがになんか内容良くてもいい顔ではなかなか帰れないし、ね、さあ、それでは船長、はい、はい、今期の意気込み、こうパイレーツの目標なんかをこういただけるとまとめな感じで。まあ、目標はもちろん優勝ですね。で、まあ、4人全員が勝つとは思わないので、うん、まあ、誰か負ける担当がいると思うので、それは気にせずに。隣で笑ってらっしゃる方がいらっしゃいますけども、はい、そうそう、あの優勝した1年、あのいっぱい勝った1シーズン見てもどこかの4分の1区切れば絶対負けてるじゃないですか。そうですね、まあ、その4分の1がここで分けてもいいかもしれないし、まあ、とにかくチームが勝つことが最優先ですね。そうですね、チーム戦ですからね、うん、やっぱ誰かの、あ、すみません、あのこういうやつもこういうので塗り替えられればということですよね。僕が今160負けてても別にマイナス50で終わっても優勝すればいいんです。そうですね、マイナス250でも優勝すればいいんです。250までいっちゃった来季姿を消してるかもしれないまあ250でもね、ほんと200ずつ買っとけばなとかね。そうですよね、全員でこうね、いけますよねいや全然、てかまだ4戦しか打ってないんで、うん、あのアシャピンさんは、なので全然そんな悲観するような状況ではないと思うし、優しい、今年入ったばっかりなのに思うし、でも包み込むような優しさですねみんなプラスもあるかもしれない。ここからはパイレーツの皆さんに新グッズの発表をしていただきたいと思います。さあ、まずはだいぶ、存在感がある水原さんのやつ、はい、はい、クッションですね。それ、はい、去年もありましたね。はい、去年もあったんですけど、去年は3品の、麻雀牌の3品の3品、クッションだったんですけど、はい、今年は1個増えて数ピンクッションに。あ、かわいい、すごい、パーツだパーツ。で、色がそうそう、あともし来年5人になったらメンツができる、完成するっていうで、色が分かれてて、はい、黒が石橋さんのイメージで、あー、まあ、黒いデジタルっていうから黒で、はい、私あの天鳳をミカンタっていう ID でやってるんですけど、はい、だからこれオレンジにしてもらって、これ私イメージで、はい、で、ゴーさんはちょっとメカっぽい、ロボっぽい色っていうことで、はい、グレーで、うん、まああとはサピンさん適当に青適当にチームカラーだからなんですけど、そうっていうのをね、これクッション作ってもらって、あの例えばサインを4人分集めるとかに、それぞれの色の上とかで書いてもらったりできるんじゃないかって言って、ユーネクストの方々がいろいろ考えてくださって作ってくださったこのクッションに、この間朝ピンさんがここにめっちゃサインしてました。オレンジオレンジの上にめっちゃサインしてます。間違えました。そう、そう、続いて石橋さん、はい、これはステッカーです。はい、いいじゃないですか。そう、あの僕もあの持ってるんですけど、バイクのヘルメットに貼ったり、バイクに貼ったり、あと車にもね、あの、うん、後ろにあのサッカーのチームとかサポーターの人がね、はい、貼ったりしてるんですけど、はい、そんな感じで、あ、車にも貼れるし、はい、あ、ほんと携帯にも貼れるし、はい、あとね、このチームのやつと、あのここも名前選手ごとに
ユニフォーム一人一人の、はい、は 後ろのやつね、石橋だけ剥がして飾らないでくださいどこに貼るかはあなた次第です、はい、ちょうどパソコンに貼ったって、あ、すごい、あ、これいいですね、サイズ感がちょうどいいんですよね、こんな感じで貼れると、はい、自分では分かんないけど自分では分かんないけどもうアピールできるってことですね、まあ、ヘルメットも一緒ですから大丈夫です、はい、ぜひお願いします、はい、ぜひお願いします。さあ続いて朝倉さん、何をお持ちですか。これは新ユニフォームをかたどったメモ帳ですね。はい、かわいい。で、各選手の名前が入ってます。あれ名前入ってるんですか。そうなんですよ、4個セットですか。いや、これが向こうに見せてもらって自分で見てないですねはい、なんか4つ綺麗に見てもらうといいかな。それぞれの選手のもうユニフォームで名前が入ってるってことですね、はい、まあ、前面はまあ全部一緒なんですけど、はい、後ろのここですね、上の方にちょっと名前のイニシャルちゃうな、名前が入ってるんですけどはい、はい、で、これが、はい、あのなんとですね、はい、4つセットではなく個別売りなんですよ。在庫とかということはですよ、はい、売れ行きに差が出てしまうわけですねどうしたんですか朝倉さん、声がちっちゃくなりましたけどUNEXT の方が結構圧をかけてくれて売れた個数わかるぞってよく言われて在庫でバレるぞ、皆さんの買いますちょっと我々100冊ぐらい売って回ろうか自分で買って自分で買ってもうなんか売り上げ減らさないとちょっと危ないですよ、自分でポチんないと、うん、ね、多分水原さんと小林さんのはほっといても売れるんでちょっと頑張りましょう、頑張ろう。さあ船長、ゴンさん何お持ちですか。はい、違う、これはボールペンですね。はい、はい、4色ボールペン、はい、3色かな、ごめんなさい、3色です。3色ボールペンがUNEXT パイレーツと書いてあって、はい、青と白、2色あります。はい、もうパイレーツカラーですね。そうですね。これは名前は、これは名前はないですね。はい、パイレーツの文字が入ってるんですね、はい、これのメモ帳と、このあれですね、ボールペン持って、そうですね、はい、持って M リーグ見て見て、そうそう、この一個一個でね、今日は郷さんが、うん、チームの1班上がってましたとかさくらさんは今日は丸々着でしたとかこう結果をこう書いていただけると4人分ね、いりますよね、全員の成績管理にぜひ、はい、青白2本ずつ買ってください。は2本ずつ、そうですね、一人一人の4人分だよ、はい、よろしくお願いしますということで、4グッズですね、クッション、スーピンクッション、パイレーツステッカー、そしてメモ帳とボールペン、皆さんよろしくお願いします。インタビューの時にポーズがあると思うんですけど、それを教えていただこうかなと思って皆さんにお立ちいただきました。ありがとうございます静か勝利者ですからね、勝った気持ちでお願いします、はい、勝った気持ちでお願いします多分勝ってます、大丈夫です、はい、というわけで、船長に教えてもらった方がいいかな。船長、ポーズを、はい、教えていただきたいんですけど。知らないっす。知らない。ちょっと待って、知ってる。あのポーズ、ね、うん、ありますけど、あれは誰が考えたんですか。これですね。そうです、そうです。誰が考えたんですっけ。なんか思いつきで決まったんですけど、はい、あのゴーさん以外で決めましたちょっとやってみてください、全員3人で。あ、でも合ってますよ。本当ですか。だいぶ合ってますよね。そんな感じがしますけど、じゃあ、まずここの角度とこの手ってこうまっすぐの方がいいのか、親指どうした方がいいのか、ちょっとそこだけ、あの今まで適当だったんで、これを機に決めましょう。決めましょう。じゃあ親指こんな感じで、あのまっすぐ、まっすぐこうです。親指まっすぐです。こうじゃないです。こうで、こうで、はい、このまま基本ここ90度。90度、もうちょっと下、難しいな90度、難しい。これ何度です、何度くらい、まあこれぐらい。あ、綺麗ですね。あ、綺麗。これぐらい。あ、じゃあこんくらいにしましょう。はいじゃ あ綺麗じゃないですか。これで決めましょう。はい、決めましょう。じゃあここの角度はこんな90度くらい親指は曲げない、親指は曲げない、まっすぐ、はい、はい、それでは勝利者インタビュー始まりましたという手で、はい、皆さん
よろしくお願いします。せーの、じゃん。いいところを山手線ゲームでつないでってもらいましょう。アピールポイントいっぱいだとファンが増えるかも。小さんから始まる、イエーイ山手線ゲーム、イエーイ。お題はパイレーツのいいところ。数字にうるさいです。路上乾燥船、映像配信がたくさん、麻雀が強い、水原さんが美しいです。お、郷さんがエロい。みんな穏やか。優しい。みんな家庭円満です。あれ、ジャットマンだ。なんで、なんでつまずいたんだ今。なんでつまずいたんだ。家庭円満でクスってなったのはどこですか。いや家庭がない人。家庭がない人。我が家ない人がいる。我が家平和ですよ。そうですよね。何ですか笑ったのは。何の喧嘩も起こらないですよ。そうですよね。はい、というわけでパイレーツのいいところ 1,2,3,4,5,6,7,8 個、8個でした。そんだけなんですよ。そんなにやった。パイレーツ今期はこの4人で頑張っていきます。いつも見ていただいてありがとうございます。パイレーツの麻雀は細かくて分かりづらいところもたくさんあると思いますが、この麻雀で、今期は必ず優勝したいと思います。今期も応援よろしくお願いします。